およそ600メートル先、左方向、ジャンクションです。姫路バイパスのね、別所パーキングからですね、万丹道に入っていきたいと思います。もうちょっとしたら姫路ジャンクションっていうのがあって、そこで、そのまま姫路バイパスで行くのと、左方向、ジャンクションです。俺が喋ろうと思ったら喋られるからね。27km 道なりです。 E95 やってバンタンの、あれ第二神明も95じゃなくて、ここからもう有料道路になっちゃうみたいですね。山陽道と中国道とね、交わってるっていう。まあ僕そのままあの万丹道ね、北へ行きますけど、で今日は市川サービスエリアっていうところまで行こうかなと思っております。多分30分もかからないと思うんですよね。市川サービスエリアで今回は寝ようと思っております。これどっちなんやろ、2車線の左のあれなんかな、これもバンタン道なんかな。もうバンタン道全然車走ってない感じの道やねんと、高速やねん。姫路市に入りました。未来羽ばたく交流都市姫路市。平日上限とかあるみたいな、1000円とか書いてある気がする今。普通車これ結構北京都の方まで行くって書いてある気がするな。
電話あれやね、カードやね。まあ、やっぱり距離っていうか明日分だけみたいなあれやから、通行券ってあれやね。どこか分からんもんね、どこ走るか分からんもん。あ、もうちょっと山陽道の山陽姫路東っていう、そこと合流やね。下ほんまに312号線って国道あるんかな。画面には映ってないけど、右側にね月が見えんだけど、だいぶ低いな。
山の陰に隠れ、しかも低くて明るくてでかいし、少ないね車マジで。あ、やっぱこの横の道が国道312やな。広いんかな、ちょっと見えへんけど、両サイドに走ってんのかな、これ。姫路市未来羽ばたく公立、姫路市、また姫路市に入りました。で、間何市やった今、間何市かあった今。バンタンハイウェイ、バンタン高速やね今。ハイウェイってことは、やっぱ国道とかね、動画ね、夜やとね、何も映ってないからね、なんか分からんのよね、どこか見直しても、見直しても全く分からない。あ、やっぱあれやな、両サイド走ってるっぽいな、高速と同じように。ちゃうな、満月ではないね。全然車走ってないね。行けるこれ。前も後ろも。全然走ってないね。南と北と両方あったけど、
と北と両方あるね。できるけどちょっと無駄なお金払わなあかんかったな。中国道の方間違って行ったんだな。でなんかあっから光出てんねんけど、前のところ、前の真ん中の上のところ、ちょっと待って、バンタンずっと挟まれてんねんけど、あ、ここでやっとバンタンソロなったな。窓が汚いな、光当たると。
って感じやな。でもどっちなん、これ高速って言ったのにハイウェイって感じなんだ。でもなんかまっすぐ行くやん、まっすぐ行くやん、曲がってるけど。そんなこの横を左側が312号線やな、国道。市川町、市川町なんや、兵庫県のかな、まだ、まだ兵庫県、市川町って、あ、はい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 、男と女の市川が、なんかここの市川町のなんかって言っとったな。およそ 3km 先、市川 SA 北行きの出口を出ます。あ、もうあと 3km や、よっしゃ、あと 3km。
ビスエリアとパーク。およそ500メートル先、市川 SA 北行きの出口を出ます。東京注意やんか。サービスエリアは車線が減少してからか。結構山に来てんな。市川 SA 北行きの出口を出ます。およそ200メートル先、目的地です。めちゃくちゃ止めれるやん。でガラガラすぎやねんけど、なんなんこれ。怖い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 。大型 P 右ってなってる。どういうこと。結構が大変な。どうなってる。ここでいいか。目的地に到着しました。お疲れ様でした。反対向こうかな。はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございます。初バンタンドでした。イエホー。バンタンドのサービスエリア、月も見えてる。どこやったっけ。市川 SA です。こう下に地下道があって、地下道から向こう側に行けるらしい。向こうのあれに行けるらしい。向こう側に行って、地下道です。でした。およそ200メートル先、合流します。1だよねんけど、めっちゃ寒いんやけど、市川サービスエリアで休みまして、3キロメートル道なりです。いいですね。バンタン道の、バンタン道の続きですね。神崎南インターまで行こうと思う。で降ります。神崎南行った。いやめっちゃ寒いよ。全然ぬくもれへん。全然ぬくもれへんすね。およそ3キロメートル先、神崎南インターチェンジの出口を出ます。
朝子とか豊岡の方に行くんやこれ。なるほどな。およそ1キロ先左方向半垣南ランプ出口です。わあ、寒い。寒いわあね。まあ、マイナス2度やった今外気温見たらマイナス2度だった。およそ500メートル先、神崎南インターチェンジの出口を出ます。だって峰山高原リゾートってことは多分まもなく左方向神崎南ランプ出口です。その先料金所です。神崎南インターチェンジの出口を出ます。多分雪山ってことやんな。およそ400メートル先、左方向です。まもなく料金所です。その先、はい、ってことでですね、初のバンタン道でした。初バンタン道、料金は840円です。まもなく左方向、四川方面です。とりあえずそこでね、一旦左方向です。バンタン道でした。ありがとうございます。寒い。